上越市直江津地区では押し寄せた津波によって住宅の浸水被害や海水浴場の浜茶屋が流されるなどの大きな被害が出ました。その後の気象庁の調査で津波の遡上高は直江津の船見公園で 5.8 メートルに達したことが分かっています。今日、長岡技術科学大学の犬飼直行准教授が浜茶屋が流された直江津海水浴場などで遡上高や地形の変化について調査しました。砂が溜まってその先に、細かい、木片というんですかね、それが無数に堆積していますが、ここから向こう側のような感じで少し崖のようになっています。あそこの場所は津波の後ここ一面に、海岸線から30メートルぐらい沖に、こういう堆積物が溜まってたんですが、その後、波によって少しずつ浸食しているような状態になっています。また海岸付近では遡上高を割り出すため津波の痕跡を確認しました。この枝とかこういう散乱している状態を見て判断しています。水でこう押し流されてきた枝の跡というものと普通の雨で濡れているような枝の様子と違ってるんですよ。よく見るとそういう場所を見て痕跡を見てその場所の記録を取っています。調査の結果、直江津海水浴場では遡上高が 5.5 メートルに達したと推定しました。しかし隣の海岸ではそれを上回る遡上高の痕跡が。津波の遡上の高さは、だいたい 8.6 メートルぐらいだという結果になりました。でその中でも特に私の背後に今小さな崖が谷が見えるんですけども、そこの谷ではさらに水が集中した痕跡がありまして、そこでの高さは10メートルという高さになりました。なぜ上越市に高い津波が押し寄せたのか。それには周辺の海底の地形が関係しているといいます。糸魚川の方ですと水深が深い海底地形がずっと続いているわけなんですけども、この直江津周辺では少し沖に出るような岬状の少し浅い地形の水深の地形となっています。こういう岬状の地形のところでは津波が伝わってきますとそこに集中するような特性がありまして。また犬飼准教授は上越市は断層に近く、地震の発生から津波到達までの時間が短いという特徴があると分析しています。場所が数百メートル違うだけでも高さが変わるので、津波の危険がある場合には水辺に近づかないよう呼びかけています。